自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走行する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる、雨の日はお休みのするといった。はい、6日目の朝ですが、まだホテルですね、10時28分、11時チェックアウトなんで、まだホテルにいてます。今日は休息日ということで、40キロ先のですね、安城市ぐらいまで行こうかと思ってます。明日からのやつに備えたいと思ってます。今日は一応休息日ということで、40キロぐらいサクッとして終わりたいと思ってます。こんな感じだったっけな、豊橋駅。多分もうちょっと後ろね、パッと豊橋丸地区、これ買ってみようか。はい、豊橋の地下1階に村田の竹っていうのがあったんで、3個だけ買ってみることにしました。たこ焼き屋さんなんですけど、まあ、まずくはないんですけど、大阪に出したら潰れると思いますね。というのはね、まずあれですね、なんかね、表面焦げててですね、焦げの味がするんで、焦げの味はいただけないですね。はい、レモンちゃんでございます。今日も40キロよろしくお願いします。While the sun gets low, I got a feeling that the glow deep inside my core needs to breathe to flow. We push it right on through. I know you need it too, because we have been working hard.今回は地元のです。
give it our best, but sometimes we need to stop to see what we have assessed. 北海道の音がありますね。松の木があるし、本宿町角あたりですかね。なんかよくわかりませんが、やってみたいと思います。この旗見てくださいよ、これ本当。はい、藤川宿の道の駅を寄ってみましたが、あまり大したもんもなさそうです。向かいたいと思います。22分ですね。はい、スーパーホテル、今回のスーパーホテル着きました。なんか安息日と言いながらですね、めっさ疲れました、本当に。もうじゃあ6日目のまとめはですね、また部屋の中で。はい、6日目の総括でございますが、一言で言えば疲れましたって感じでございます。休息日のはずなんですよね。で、朝は、雨もちょっと降ってたんで、ホテルでゆっくりしてですね、昼前からですね、40キロぐらい、ポタリングのつもりでですね、ゆっくり走ろうって思ってたんですけど、なんですか、この愛知県の風は。本当あれですね、山もないし高い建物も少ないんで、風がビュンビュン吹き抜けてるんですよね。どんな感じかっていうとですね、例えばスタンディングで立ちこぎをこうやって休憩しようと思って座ったら、例えばまあ普通だと 50m ぐらいわーっと何もせんでも行くっていう感じなんですけど、逆方向受けてるんですよ。立ち向きをして座ったら5メーターぐらいしか進まないんですよ。5メーターぐらいしたらうーっとスピード緩くなって、また漕がなかったら進まないって、そんな感じだったりですね。こう下りでうーっと下ってて、こう風圧でですね、下りで漕がなこけそうになるというか、止まりそうになるっていうのを初めて経験しましたよ、本当に。そんなね、ことがですね、ずっと40キロぐらい続いてたと。今日は疲れましたって感じでございます。本当に静岡の大きさにやられ、愛知県の風にやられ、
本当に毎日なんかいろいろあるもんですねっていう感じでございます。7日目もどうぞよろしくお願いします。皆さん一緒にゴールまで楽しみましょう。はい、ということでよろしくお願いします。